こんにちは、サーヤンです。テレビアニメ遊郭編第7話が放送されましたね。相変わらずというか、回を追うごとに息もつかせぬ展開が加速しているといった状況ですが、今回はそんな第7話について、アニメオリジナルや今後の伏線となる描写、さらには印象的だった描写をまとめて見ていきたいと思っています。なおネタバレも含みますので、まだ見ていない方は戻ることをお勧めします。それでは行ってみましょう。まずはこちら。毎回アニメにはタイトルが表示される描写がありますが、今回はタイトルが変貌となっており、背景には禰豆子が着ている着物に書いてある麻の葉文様と、覚醒した禰豆子に発現したあざの模様が描かれていますね。そして開始直後、いきなり禰豆子の暴走、かなり迫力がある演出だなと思いました。さらには体をバラバラに切断されるも、驚異的な再生力により堕姫の帯で切断できないといった描写も、アニメではこういう感じで描かれたのかと分かりやすいものになっていましたね。さらにはこちら、ダキが禰豆子のバッケツで燃やされるシーン、こちらは原作でもありましたが、この後炎に包まれるダキを眺めている人が2人いる描写、これはダキが鬼となる直前、ダキは兄である牛太郎のことをバカにした侍の目をかんざしでついて失明させてしまうのですが、その復讐で生きたまま燃やされてしまった時の描写かと思われます。この重要なダキの人間時代を描いた伏線が今回アニメオリジナルで入れられていました。今後の伏線を要所要所に挟んでいて、原作を知っている人も知らない人も楽しめる、そんな演出だなと思いました。その後は原作でもあった手を合わせるシーン、おそらくこれは炎の中でもがくダキと助けに来た牛太郎の手なのではないかなと思っています。その後もとどまることを知らない禰豆子の猛攻ですが、ダキを蹴ったことで穴が開いた民家から傷を負った人が出てきます。それを見た禰豆子は戦闘で疲弊した極度の飢餓状態から耐えきれず、その人に襲いかかってしまいます。それにしてもこの禰豆子は巨大化しすぎてて、見ていてもちょっと怖って思ってしまいましたね。間一髪のところで炭治郎が登場し人を襲わせなかったのですが、もはやこの部分とかあの可愛らしい面影はなく、完全に鬼と化しています。暴走した禰豆子は炭治郎もろとも天井を突き破って2階に飛んでいきます。そしてそこにダキが登場し、周りには逃げ遅れた人もいる中で、炭治郎は暴走した禰豆子を抑えるので手一杯ということで、よもやよもやという感じだったのですが、猛スピードで宇髄さんが登場、帯を切りながら炭治郎たちの前に現れます。その後は親方様の前で大見え切ってたくせに、なんだこの体たらくはと叱るのですが、その後アニメオリジナルのセリフがありました。誰も鬼化を派手にやれなんて言ってねえぞというこのセリフがアニメオリジナルで追加されていましたね。やはり凶暴化した禰豆子が怖すぎることで、今までの可愛らしい印象が損なわれてしまうのをなるべく軽減させようと、細かい部分でコミカルな描写を長くしたり工夫されているんだなと分かりましたね。というかバッケツを食らって以降のダキはなぜかずっと歯を見せていたんですが、これは唇の部分が焼けて溶けてしまったということなんですかね。ちょっとよく分からなかったのですが、なんかバッケツを食らってからの登場ではずっといいって感じの口してて、原作ではおそらくそんなことなかったと思うのですが、違和感を感じましたね。その後伊之助と善逸が宇髄さんを見失うシーンが追加されていました。祭りの神を見失ったじゃねえかと叫ぶ伊之助、このままだと追い越される、派手に追い越されるとしっかり祭りの神の影響を受けている自称山の神伊之助と眠り続けている善逸が可愛すぎましたね。その後は善逸が眠りながら耳を澄ませ方向を察知する描写が描かれていました。伊之助はそれを見て見つけたのかと言い、善逸を追い抜くと山の神伊之助様のお通りだと叫んで宇髄さんたちのいる方向へ向かいます。完全に祭りの神に影響を受けていて可愛すぎます。原作ではいきなり宇髄さんが炭治郎の元に登場、その後善逸と伊之助が登場だったのですが、宇髄さんが来てから2人は何をしていたのかという部分がアニメで追加されたみたいですね。その後宇髄さんがぐずり出すようなバカガキは戦いの場にはいらねえ、地味に子守歌でも歌ってやれやという助言をした後、禰豆子が床を蹴ったことで炭治郎も部屋の外に蹴り出されます。その後の禰豆子の顔、第7話というか作中を通じて禰豆
子史上一番怖かった顔なのではないかと言えるほど完全なる鬼でしたね。そこで実際に炭治郎が子守歌を歌うのですが、これにより禰豆子は記憶が蘇ります。この子守歌に関しては実はただの子守歌ではなく、歌詞にとても大きな伏線が隠された歌で、今日投稿する別の動画でかなり詳しく解説する予定なので、よかったらそちらも見てみてください。この子守歌を聞いた禰豆子は母の記憶が蘇ります。その後禰豆子は大泣きし、体は小さくなり、あざも消え、回復のための眠りにつきます。そして炭治郎は疲れ果てた表情とともに、母さん寝た、寝ましたとつぶやきます。その後は宇髄さんと妲己のシーンに戻り、妲己が泣き出すまでのシュールなやり取りが流れます。ちょっと待ちなさいよ、どこ行く気と宇髄さんに話しかける妲己に対し、まだギャーギャー言ってんのか、もうお前に用はねえよ、地味に死になと言い放ちます。その後は上限か上限じゃない論争が勃発し、私本当に強いのよ、今はまだ6だけどこれからもっと強くなってという妲己に対し、宇髄さんが説得力ねと言い放った途端、妲己は大泣きし始めます。ここのシーンはだんだんと妲己の声色が泣き声に変わっていくのがよく分かってすごかったですね。大泣きする妲己に対し驚く宇髄さん、この時はまだ宇髄さんの表情にも余裕がありますね。ですが首を切っても死なないことに気づき警戒します。そして妲己のお兄ちゃんの声で牛太郎がついに登場します。このシーンで牛太郎の声が明らかになったわけですが、声優は大阪亮太さんということで、ダイヤのエースの沢村栄順、ハイキューシリーズの赤足刑事といった有名作品に数多く出演している声優さんでした。そんな大阪亮太さん演じる牛太郎の声は裏返ったり震えたり、絶妙な不気味さを漂わせるものになっていました。声優予想では津田健次郎さん説が有力だったのですが、今回大阪亮太さん演じる牛太郎の声を聞き、イメージ通りというかそれを上回るくらい忠実に牛太郎が再現されていて、素晴らしいの一言につきましたね。その直後のこの宇髄さんの攻撃、速度が速く迫力もありめちゃくちゃかっこよかったですね。牛太郎は持ち前の反射速度により攻撃を回避、部屋の角に移動し妲己の首をくっつけてあげていました。それを振り返る宇髄さんの宣告までの表情とは違う真剣さ、これにより牛太郎がどれほど強い鬼なのか演出されています。そしてついに交わる宇髄天元対牛太郎、このシーンの迫力は半端なかったです。その後再び号泣する妲己と牛太郎のまがまがしい雰囲気、これはもう鳥肌ものですね。炭治郎は鎌の攻撃を見て火星に行かなければと言いますが、伊之助と善逸が炭治郎の元に走ってきて火星していきます。そしてついに放たれる血気術飛び血釜、映像だと血釜が想像以上に滑らかに動き、スピードも速く、かなりかっこいい攻撃だなと思わされました。多方面から襲ってくる血釜を対処する宇髄さんの描写も滑らかすぎて、アニメだからこその躍動感もありかなり良さが出ていました。そしてここがアニメオリジナルの描写だったのですが、宇髄さんの聴力により上の階の人間はほとんど逃げているということを把握するところ、伊之助の空間式格のようなかっこいいエフェクトでした。そして最後の大将こそこそ噂話、いきなり炭治郎が登場し禰豆子について説明し始めます。禰豆子は小さい頃から聞き分けが良く、わがままも言ったことがありません。おばあちゃんが亡くなった時もお父さんが亡くなった時も弟や妹たちに辛いのはみんな一緒、おばあちゃんやお父さんも私たちがいっぱい泣いていたら安心できないから今日いっぱい泣いたらまた頑張ろうねと言っていました。そして最後に禰豆子は本当にいい子なんだという話で今回の大将こそこそ噂話は終わっていきました。やはりどうしても今回で禰豆子の印象がガラリと怖いものに変わってしまう可能性があったため、宇髄さんとのコミカルなやり取りや大将こそこそ噂話の中に禰豆子本来の性格の良さが分かる要素を入れることで印象が変わらないようにアフターケアを徹底しているんだなとそう思いましたね。次回第8話では原作の尺を考えても宇髄さんの過去に触れていきそうな、そんな予感がしています。非常に楽しみですね。このチャンネルでは鬼滅の刃に関する考察やアニメの同時視聴配信等も行っていきますので、まだの方はチャンネル登録を忘れずにして一緒に鬼滅の刃を楽しんでいきましょう。では次の動画でもお会いしましょう。またね。